だが勝った。これほど待ち込まれたことはないぞ。一度あなたとお話ししたかった。聞こう。みんな進むべき道があると思うんです。あなたは後悔していませんか？後悔している。自分が選んだのです。僕に結末となる。私は運命となる。よかった。私は憎かろう。聖者にでもなったつもりか。お前に戦う理由がなく私にはあるんだ。おいおい、そりゃないぜ。今さら背中に向けて撃つのか。お前の行動はフェアじゃない。そんなに奇跡は見ないか。ああ、見せてくれ。すぐに死んじまったらいられないぜ。さあ、お前たちは私に何を見せてくれる。奇跡か現実か。てめえには何も見せない。全てを奪うだけだ。分からん。あなたはなぜ私たちに銃を向けるのか。無粋な娘よ。それは逆に理由があれば殺し合えるとでも言いたいのか。そこの若者のような感情こそが必要なのだ。笑わせてくれるか。お前は他人の感情に流されて死ねるのか。何とでも言うがいい。視力を尽くした結果としての死でなければ意味がないのだ。私はお前が犯した罪を信じ、俺は死を選ばなかっただけさ。そうだ。殺さなければ殺される。私たちは似ていると思わないか。子供の喧嘩ではないのだ。もっと私に血を見せてくれないか。若者よ、いい加減俺の名前を覚えろ。お前の血を手に送る死神だ。この程度だ。いずれ人間が死ぬことを思えば力も湧き上がろう。少し黙ってろ。姫が鉛を詰め込む場所はてめえの武術だ。運命は変わらない。そう考えてお前を逃がしたのがそもそもの過ちだったのか。私は変わらないとは思わない。自分が変わることも恐れない。皮肉なものだ。私も運命を変えるためにお前たちを犠牲にしたというのに。私は諦めない。意味はあるのだ。私の死も貴様たちの死も仮に意味があったとしても選んでいい死なんてない。としての実力を見せてくれ。そうでなくちゃ私が勝つ意味がない。マジで俺たちは今のやりとりをしました。覚悟の違いがなるほど。だが神に拳を振り上げた経験はある。